こんにちはフューチャーリサーチインシチュートの志村信子です、えー、本日は欧州の都市に見るコミュニティグリーンということで報告をさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますさて、えー、私たちは、えー、まあ,あのこのようなロンドン、ボローニアレッサンドリア、エアランゲン、ベルリン、ヘルシンキ、エスポーという、うん、まああの工程で、えー、昨年の11月に海外視察をしてまいりました このコミュニティグリーンというテーマでは特にロンドン市アレッサンドリ市それからベルリン市の市民農園市民農場の様子についてお話をしたいと思いますこの視察でコミュニティグリーンというテーマを取り上げましたのはこれから都市の中において社会インフラとしてのコミュニティグリーン コミュニティファーム農園や農場といったものが非常にその重要になっていくのではないかということを感じたからです現在インフラとしては産業基盤を支える電気やガス水道といったようなインフラがありそれから学校病院公園といったようなインフラがありますけれども欧州のヨーロッパの都市においては緑 を中心にコミュニティが運営するファームやガーデンがインフラとしてもう社会に組み込んでいるような気がいたしました社会インフラとしてコミュニティグリーンコミュニティファームコミュニティガーデンというところに市民も自発的に参加できるこのインフラが必要なのではないかというふうに私たちは考えています それではそのいくつかの事例をご紹介したいと思いますまず一つがロンドンのオアシスフ,ファームウォータールーですロンドンには都心で家畜を飼ったり野菜を育てたりするシティファームというものが点在しておりまして家畜を持たない野菜農場のみのコミュニティガーデンと合わせると60カ所以上もあるというふうに言われています でそのほとんどが地域住民の手で立ち上げられ運営されているというところに非常に大きな特徴があります。ウォータールーシティファームは建築事務所のフェルデン・フォールズ・アーキテクツそれから慈善団体のジェイミーズ・ファームそしてオアシス・コミュニティ・ハブの3つの団体によって運営されています。 非常に小さなスペースではありますが非常に緑の豊かな場所になっていましたでここはロンドンの本当に中心街であるウェストミンスターからテムズ川を渡ってすぐ東側のサウスバンクという地区にありますこの場所は政府の要人も入院するセントトーマス病院の所有している土地でこれから再開発が予定されています その一角にある空白地なんですけれども病院の建設予定はずっとあるものの,あの長年放置されたまま荒れていた場所だったということですそこでコミュニティと青年をサポートする NPO 団体のオアシスを中心に子どもたちが家畜の世話をしたり野菜を育てたりしながら食育つまり私たちの食べ物 生活命などを学ぶ場を作ろうというところから始まったそうですここではですからガーデンではなく、えー、あのいわばファーム農場という性格を備えています、えー、ガーデンの部分にはハーブなどの植物のほか、えー、野菜、えー、などが、えー、植えられております、えー、そして羊やウサギニワトリなどの小動物の世話をしたり ガーデニングをしたり庭で採れたハーブをで料理をしたりこの都会のど真ん中にありながらも豊かな自然の中でこうしたことを学ぶことができる場となっていて子どもたちが常に訪れている場所であるというふうに聞いております。 えー、ここのその特徴というのはやはりこのファームであるということだと思います。でよくまあ日本でも、えー、いわば、えー、お花を植えたり、えー、それから野菜を育てたりとかするような、えーまあ、あの農園というのはあるんですが、えー、この都会の中心であるにもかかわらず、えー、羊やウサギ えー、本当にこう家畜たちがですねあの、えー、ここの中で生活していてでそしてそれらの世話をするというような場所が、えーまあ、この他にも点在しているということが非常にその大きな特徴かと思います。えー、もちろん季節ごとにさまざまな野菜が採れます。でこうしたその、まあ、ガーーデンとファーム のある場所を、えーまあ、あのとともに、えー、ここにはコミュニティのスペースがあり子どもたちの教室にも、えー、大人たちのコミュニティスペースになる納屋が、えー、設置されていてでここでイベントやパーティーがあの行われたりするんですね。でこうしたその、えー、スペースのここのスペースの貸し出しで,です、ねえーまあ、あの運営費を賄っているということもあります。 でそして、えー、この,あの全てのファーム内の建物はいずれ再開発が行われたときには、えーたえー、っと解体して移築できるように全て設計されているということなんですね。でこの場所をですね設計したのは、えー、ファウルデン・フォールス・アーキテクツの,、えーまああの方々なんですけれども、えー、このフェルデンさんにお話を聞きますと。 ここは単なる憩いの場ではなくて子どもたちのメンタルヘルスをサポートすることが最大の目的なんだというふうにおっしゃっていましたそしてジェイミーズ・ファームという NPO 団体はフェルネンさんのお兄さんとそれから心理療法士のお母さんが共同で始めた事業なんだそうです そして、えー、っとその都会の出張所となるのが、えー、っとこのオアシスファームウォータールーででイギリス各地に5カ所あるジェイミーズファームでステイするプログラムもあるそうですそれではフェ,ルデンフェルデンさんのお話を少し伺ってみたいと思いますそう、ウェルデンウォータルー・シティ・ Uh, it's a collaboration between three businesses, uh, three charities, sorry. Um, so, Field and Fowls uh, partnered with two local education charities. So, um, there's um, Oasis, who run a number of academies and, and schools in the area, and Jamie's Farm as well, who um, provided the farming expertise. But this piece of land here was completely derelict for many years, and uh, we've managed to um, bring it back to life, really. And um, the premise was to to design a city farm and that's enabled lots of, the kind of local school groups and children to come to the farm and learn all about kind of um, botany and about farming uh, about nutrition and cooking so there's an outdoor kitchen as well uh, and there's also um, a more kind of collective space the barn at that end which uh, enables the charities to have um, much larger events so you have um, farmers markets even weddings uh, happen there as well so that's good because it brings in a bit of revenue and income for the charities um, and we were fortunate to be able to use part of the site, um, the the walled garden, uh, to house our own studio. So um, it was quite an unusual setup because we um, donated our time uh, for free in order um, to get the project moving, um, and that was in return for being able to use the bit of land at the end. But what's great is that's. Um, uh, shared uh, space so we built the building and we share it with the charities so they have desk space in there they use the meeting space and uh, the workshop so all really kind of good shared facilities um, but it's been um, a really thriving um, part of the local community there's lots of volunteers who, who love coming here helping out with uh, um, looking after the animals um, it's had a really tremendous impact on the local children as well from, from the local schools who have very little playground space in london. so they're, they're really kind of um, really pleased to have this sort of release, i suppose, this outdoor space um, to, to kind of be put to work <laughs> mucking out the animals and the pigs and the goats. それでは、えー、2つ目の事例としてハックニーシティファームについて、えー、少しお話ししたいと思います。ハックニーシティファームは、えー、やはりロンドンの中心地から約6キロ離れたハックニー地区にあるんですがやはりこれもロンドンの市内、えー、都会の中の、えー、やはりファーム農場というふうに言うことができます。 このハックニー地区というのはかつては低所得者が住むエリアだったそうなんですけれどもロンドンオリンピック以降再開発が進み非常にそのクリエイティブな人々も住む活気のあるエリアとなっていますこの中にあるのがこのハックニーシティファームこのハックニーシティファームは再開発以前1984年に 元ビールの醸造所を利用して開設された非常に歴史がある、まあ、長い期間ここで運営を続けている農場です。でここには地域の子どもや若者住民が農業に増える機会を与えるための場として市民が立ち上げたところとなっています。 でそして、まあ、古い建物を含め広い農場は農業体験や自然体,自然体験それから交流そして地域コミュニティの集いの場として非常によく利用されているようです私たちが伺った時も子どもたち多分幼稚園だと思うんですが幼稚園の子どもたちが先生に引き連れられてこの農園で遊んでいました で入場は無料で毎週火曜日から日曜日、10時から4時半まで開園しているということです。でこちらでは、やはり羊や豚、アヒルなどが飼われており、家畜や蜂の世話とか、わらの家づくりとか、そうしたワークショップが定期的に行われているそうです。 でこうした活動は利用者である住民の声は反映されて工夫されているというのでその住民の人たちにも愛されそして対話が行われている場所というふうに言えると思いますまた学校や企業と提携して研修の場としても利用されているということですでこの敷地内には建物がありましてでこの建物の中にはカフェ それからショップ、それから木工の工房、そしてレストランなどがあります、でそして建物、元醸造所の建物だと思いますが、ハックリシティ・ファーム・ヤードという建物の中には、複数の事務所が入っていますで。このテナントの一つである建築事務所のデニゼン・ワークスという事務所のです、ね、方にお話を伺ってきました。 でデニゼン・マークスのマーレ・ケールさん、えー、この、えー、場所に事務所を構えたのは、えー、田舎のプロジェクトが多く自然と人とコミュニティというものを考えていく自分たちの建築の考え方と、えー、この場が一致しているからどうしてもここに入りたかったんだと語ってくれています。それでは、えー、っとケールさんと それから事務所のスタッフの藤井さんにインタビューいたしましたのでえ聞いていただければと思います。Hello, my name is m u r r a Kerr. I am from Denison Works. I'm here in our studio in Hackney City Farm, where we've been for just over three and a half years, I think.、Um, and the, the reason we're here is really because of location because I used to live 50 yards across the road. Uh, now I live on the seaside in Kent, so it's not quite so handy. Um, but I think I, being in a city farm in the centre of London's a, a kind of good fit for the office because we're known um, for a lot of work being in rural locations. Um, so we're a kind of urban office, but with an understanding of the, the kind of rural condition and i think that um, all kind of fits nicely with the name of the office, which is denizen works, as you know. and a, a denizen is, among other things, a uh, plant naturalised in foreign soil. so that sort of philosophical reasoning fits into how we think about our projects, our um, kind of desire to understand a place and to make projects that are. New in a sense, but become part of that local community in the same way that a plant will thrive um, in uh, under conditions that it's, it's suited for, and that kind of ties in with the way that we approach projects from thinking about the sun, thinking about the local microclimate, thinking about those very local conditions to make something that is kind of of its place, but um, maybe slightly ask. You ask questions about exactly what it is and why it 's there, even though you can see the kind of genus of it through looking at the local landscape or the the kind of more historical buildings that are there. One of the great things about being in the farm is it 's a community place, and one of the, the reason that we ended up getting this office is because my children came here from our house across the road. Um, particularly when they were younger and we noticed a sign up for the studio space and um, because of that connection and my family coming all the time we got to the front of the queue and took the space and um, i think one of the kind of unspoken sometimes spoken but mostly unspoken rules of being in this kind of environment is that you become Part of that community, so we've actually done quite a lot of projects with the farm in terms of um, design. We've run workshops for children here. We've designed a flower shop that sits out the back. wasn't necessarily built to our design, but we kind of facilitated that. Um, also, the wood workshop that's outside in the grounds, and you know, so far we've been offering our assistance with that, and hopefully. Um, will be involved all of the way through um, and but it's you know it's an important part I think of the team's life being on the farm and seeing the animals and being part of the kind of community spirit so um, no it's a great place to be My was a of office ウィーワークみたいなシェアスペースみたいな新しいリファービッシュされたあの事務所のオフィス空間でオープンプランで,で人と人との距離が離れていてで設備もすごく整っててみたいなところでやってたんですけれどもそれの正反対というかもうちょっと、まあ、距離感があって音響も悪くて冬は寒くて夏は暑いというまああの本当に。 環境としてはそんなに良くないんですが逆にそれがその肌で感じるというかし四季を感じるというか <laughs> ファームの人たちはすごい仲良くなりましてあの結構ワークショップなどもしていましてアートクラスであったり、えー、一緒に物を作ったりあとあの先ほどのウッドメーカーの人たちの、えー、とスペースを設計したり。 なのであとはあの豚小屋を <laughs> あのデザインを手伝ったりなどなどなんであので結構日頃からすごいコミュニケーション取りながらあのまあ時間があって天気がいい日にはそこの植物園で一緒にあのピクニックとかをしたりなので,そうですねこの敷地全体の人たちの仲がすごく良くて。 そういう意味でも環境としては働き働いてて楽しい環境ですね。それでは三つ目の事例に移りたいと思います。三つ目の事例はベルリン市で訪れましたプリンセスガーデンコレクティブベルリンという団体の運営するガーデンです。 このプリンセスガーデンコレクティブ・ベルリンはベルリン市内、えー、テンポルホフ空港跡地公園の東側にあります、えー、ザンクト・ヤコブ墓地というところの中にあります。プリンセスガーデンは、えー、2009年、えー、半世紀以上にわたって荒れ地となっていたベルリンのクロイツベルグにありますモーリッツプラッツというところでパイロットプログラムとして立ち上げられまして。 でそこでは近隣住民と共にゴミを片付けたり有機野菜を作る畑を作ったりと、えー、都市における新しい共同生活の在り方を開拓していこうという活動を行ってきましたそして2018年、えーまあ、ベルリン市内にもう一つのプリンセスガーデンが開設されたんですねそれがこのザンクト・ヤコビ墓地内のプリンセスガーデンコレクティブベルリンなんです この墓地の中のにありますガーデンは墓地として利用されていない場所が使われています。で、そこでは、えー、レンタルサイエンとかワークショップが行われる場所で、えー、まあ、それそういう場所が点在しているんですね。 でそして、えーまあ、墓地であった区画古い区画ですね、えー、それを利用したエリアはベルリンの歴史的な緑地を保存するということを意図した自然体系空間として、えー、位置づけられていてここをまたさらに発展させるということを考えているそうです。墓地という中に、えー、ガーデンがある。 というところに、まあ、私たちは非常に驚いたわけですけれども、えー、この墓地を利用したことについて、えー、彼らは、えー、埋葬文化の変化により、近い将来、至るところで都心の墓地スペースが利用できるようになるでしょう。私たちはこの新しい庭の場所を、将来的に緑をコンセプトとしたコミュニティの場所として、どのように活用できるかを探る実験場として捉えています。 とサイトには書かれているんですねこれは非常に、えー、興味深いことだというふうに、まあ、思われますで。この墓地の跡地、えーまあ、墓地であったところというのは、もちろん歴史的にも、えーまあ、あの成長した都市の緑地であると彼らは考えていますで。そこには古い木、それから多様な動物たちのいる。 まあえー、生態系があり、えー、ここにはさまざまな新しい可能性があるんだと、えー、彼らは言うんですねでさらに、えーまあ、ここではスペースに制限がなく、えー、地面に直接植えるガーデニングが可能であってで、えーまあ、この園芸的に利用される場所とそれから自然に近い場所として環境教育の場所として設計するこの両方ができるっていうんですね。 でなのでこのガーデニングを丁寧に行い環境教育の場が設けられこの場所の自然が保たれるというこの循環を彼らは考えているわけです。で彼らはのサイトにはこのように私たちはアーバンガーデニングの生きた形を目指しこの,ベルこの実践をベルリンに恒久的に定着させることを目指しているんだというふうに書かれているんですね。 でこのように何かこう再現だけではなくして自然環境の維持というところが、えー、まあ目標になっているというところも非常に興味深いというふうにまあ思われましたここでは、えー、子どもたちのための自然教育クラスも定期的に行われておりあちこちに巣箱などが手作りで置いてあるのが非常にその好ましく思われました、えー、そして同時に この手作りをしていくというだけではなくソーラーパネルを使ったりあるいはコンポストで肥料を作ったりと新しい技術や循環型の技術を使って環境に配慮したこれからの都市生活というものを想定したしつらいがなされているというところも非常に興味深いと思います。 さてもう一つベルリンにおいてまあグリーンの場所として四つ目の事例ですけれどもフローティングベルリンという試みをを視察してまいりましたのでご紹介したいと思います。フローティングベルリンは2018年から行われているベルリン市内 テンペロホフ空港の近くにある薄い貯蓄池で行われている都市型の実験です、えー、水上に浮かぶ学びの場として夏の間だけオープンされていますここは1930年代初頭,初頭に薄い貯蓄池として設計され 第二次世界大戦後アメリカ軍によってコンクリートで一時囲われたんですけれども現在もですね雨水を貯留し街の運河に流すという公共インフレとしてきちんと機能している場所でもあります。周囲にはガーデンガルテンコロニーと呼ばれる共同農園がありましてこの写真では遠景にテンプルクホフク空,空港が見えています。 えー、薄い貯蓄池は80年以上にわたっていっぱいに公開されていませんでした、えー、ですけれども、えー、建築家のグループラブラボベルリン、えー、によってですね、えー、とこの場所で、えー、フローティングユニバーシティ、えー、すなわち公共の都市インフラとしての薄い貯留池を、えー、維持してそして手入れをしながら でこれから未来の生活を想像し想像するための関わり方をみんなで学ぼうという意味でユニバーシティと名付けられるでこの場所が作られたんですここでは池の生態系を壊さないようにするために敷地全体に仮設の足場が組んでいます。組まれています そしてその足場をめぐってさまざまなその建築の場所にたどり着くという非常にその楽しく開放的な場所ですでこの場所を作るために学生や一般市民も参加したということなんですねでほとんど全てのものがほとんど手作りとなっています木で作られていてできるだけ まあ自然に変えるような素材が使われているというふうに見えましたしたがってこの循環するという意味ではこのトイレでもこれはこれら必要なのは自然の肥料として利用できることなんだと。 いうようなこのすべてがその循環の中にあるというまあ考え方が隅々までまああの見なぎっているというふうに感じられました。実際ここはまあ本当に夏の間だけオープンされているんですけれども、でもこうコーヒーを飲みに来たなっていう人があのいらっしゃいまして。 で開けていただいたんですけれどもこんなふうにメンバーの人たちもここを手入れをしながら何か少しずつ一年を通じて関わっているのではないかというふうに感じられたんですねでここではこの公共のインフラとして機能しているような池これを市民みんながですね意識してでここを維持していくと。 いうようなそんな意図がこの後ろにはあるということが分かって非常にまあ興味深く感じられたところです。そして最後にまあこれはまあ水本さんによるはあの報告の中でもご紹介されていたと思いますけれどもアレッサンドリアの市民農園について少しだけ触れていきたいと思います。 でこの、えー、市民農園、えー、は、えーまあ、アレッサンドリア州の私、ね、有地である公園緑地の中に、えー、あるんですけれども、えー、ここにあった農園というのは高齢者向けの市民農園だということだったんですね。で近くにはミーティングスペースやあるいはレストランなどがあって非常にその気持ちのいい緑地なんですけれども、えー、ここにある農園というのはあ,のある基準 があってえー、まああの収入の少ない方が、えー、と利用することができるとか、えー、あるいは収穫したものは、えー、販売しないことになっているとか、えーまああのえー、と生活を支える必要がある人のための、えー、と市民農園でありながら、えー、そうしたその、えー、何かこう えっと全くこうみすぼらしさがなくてですねあの非常にその豊かな環境の中でそうした人たちを支援しているというところに非常にまあ好感を持ちましたこのようにこれまで5つの事例を紹介してきたのですけれどもやはり非常に大きいのは心理的な部分 そこに関わる人が癒しであったりとか慰めであったりとかそこに没頭するといったようなことで,ですね自分と対話したり心が落ち着いたりといったような心理的な効果というのは非常に高いこれは広く認められているところだと思います。 でもう一つは、まあ、福祉的な部分というものこれがアレクサンドリアでは非常に強く感じたんですねで生活の支えとしての都市生活者の生活の支え特に生活弱者の人のためのこのガーデンやファームといったようなことが、まあ、非常にその大きな役割というものを持っているのではないか。 というふうふに感じられましたもう一つは環境的な部分ですねこの環境的というのはもちろん自然環境の部分都市の中に多くの自然がありそこには多くの生物が住みその生物たちと私たちが共存するというそういうその状態というものがこの都市の中に自然環境がある。 というこ,とこれの,その良さというものも非常にヨーロッパのガーデンやファームでは感じることができた。でこれらのコミュニティガーデンやファームというものがなぜこの福祉的心理的環境的この3つの効果というものがあることは分かるんですが。 こ今回の視察で感じたのは都市というものをこの一人一人というところから地球環境までを統合的に捉えられる場としてこのガーデンやファームというものがどうもあるんではないかというふうに感じられたんですね。それは、えー、子どもたちと、えー、生き物との触れ合い。えー、都市農園では えー、自然の中にいるさまざまな生き物と触れ合うことができますしかし今回非常に印象深かったのは都市農場です都市農場では家畜のいる環境の中で、えー、食に対するリテラシーというものが育まれていくのだということがよく分かったんですねそれと同時にこの、えー、動物というものと そそれからその私たちというのがこれはペットを飼うという状況とは全く違うわけですね。こうした動物というものがいる環境というものを都市の中で触れ合うこれは動物園ではではきなのでこの都市農場ファームという存在の重要性というものを私は強く感じました。 もう一つはアレッサンドリアですけれどもやはりこの都市の中に農園があるということの福祉的な役割というものは非常に大きいのではないかということです。で、えー、これらの、えーまあ、都市というものが、えーまあ、田舎対都会という対立校で考えられるのではなく都会の中で生活をする というふうになった時のこのまああの農園あるいは農場というものが果たす役割というものは実は生活基盤として必要なのではないかというふうに非常に大きく感じました。もう一つは使われていない場所というものがこの農園や農場というものによって。 地域に開かれていいくという可能性です、えー、例えばプリンセス・ガーデン・コレクティブの墓地、えー、墓地というものが文化的な変容により、えー、墓地の在り方というものが変わっていくのではないかと彼らは考えていったでその中で、えーまあ、墓地が持っている、えーまあ、そのスペースであったりとかあるいは、えーまあ、あの歴史 あるいは自然こうしたその時間の長さというものを使いながら開いていくというあり方が一つあるのではないかということには驚きましたしまたいわゆるその公共のインフラとしての貯水池ですねこれを市民が えーまあ、その貯水池があるということを普通はなかなか、えーまあ、入れなくて知,れし知ることができない、えー、そういうような場所を、えー、と市民が自分たちの、えー、命をつないでいてくれるような場所として、えー、そうしたその場所を知り、えー、そして自分たちの、えー、と手でそこを維持していく。 こうしたその実験というものを見るにつけ開かれていない場所というものがまだまだ私たちのところにありそしてそうしたものが地域の資源として転換,させることが転換させることができるのではないかという可能性を強く感じました。 えー、実は、まあ、あの今、グリーンインフラ戦略ということを、えーまあ、あのその国交省でも、まあ、言っておりますけれども実はアメリカでの考え方とヨーロッパでの考え方が大きく違うということを私たちは認識しなければいけないなと思います。でアメリカでの考え方というのは社会インフラの整備コスト の削減のためにですね、えー、まああの目的が定められているところが、えー、ありますけれども、でも、えーと、実はヨーロッパでは、実はこう生態系を維持すること、あるいは、えー、生態系を新たに、えー、形成し直すこと、えー、自然環境の保護、えー、といったようなものを、えー、まああの実はとても重要視しています。 でしたがってこのヨーロッパでのグリーンインフラというのは都市の中の,その社会インフラとして生態系というものを都市の中でどう維持するのかというところに非常にその強,強い部分が置かれているというところが、まあ、その背景にあると思います。 しかしながらえ、まあ、あのこのえ、まあ、ヨーロッパでの,え、まああのグリーンというものを考えていった時にヨーロッパでは本当にその気候変動に対応した新しい都市生活のあり方というものを、えー、市民レベルで、えー、もうでに始めようとしているで、えー、その,、えーまああのえー、と背景というものが この NPO の活動、それから市民の,そのコミュニティの活動、そして私たちと、それから我々と、それから次世代を担う子どもたちというものへつないでいくようなそうしたその活動としてのコミュニティグリーンというものがどうもあるように感じられます。 したがって、まああの、都市というものを、えーまあ、循環型で維持していくために、えーまあ、最初に申し上げましたように社会インフラとしての、えー、グリーンというものを、えー、考えてみたらどうだろうかという、えー、思いを抱いて、えー、そして、とここに報告させていただくことにいたしました。